はい、どうも、ガチャガチャです。今回は逆回転、アウトサイドピッキングの連符フレーズを早く弾く裏技みたいなのを紹介しようと思って。そう。まあ、俺はいかんせん YouTube で結構指先のピッキングの、レクチャー動画をこう何本ね出してるんだけども、まあ、その中でやっぱりこうよく言ってるのがアクセントの話で、そう。まあ、基本的にこう動力源としては指先のこの人差し指の櫛の動きっていうのをずっと使ってると。そう、使ってるんだけども、ここに対して、別の部位の軸、手首だったり、他の部位の軸を使っていることによって、まあ、アクセントと、普通にこう、16を刻むところっていうところのその部位の使い分けを盛り込んであげて、音楽的にこう、アクセントを実現してあげると。例えばこんな感じ、こう。こんな感じでこう、引き分けてあげると、そう。で、ここに対して、基本的にこの手首のアクセントを使うときっていうのは、右回転のこう、動作が、見受けられると思うね。そう、一時的にこの、手首をこう少しこうまあ軽くこう構えて、そこからこう振り下ろした後にこう、なんていうかな、このやっぱりアクセントを出すとどうしてもこう振り切る必要があると、弦をねちゃんと弾くために。で、振り切った後のその例えばこうね、バットのスイングと同じでこう元のその定位置に戻ってくる過程で、あ、その右回転的な感じの動作がアクセントの時にこう顕著に見られるっていうのがあって、こう、そう、最後振り切った後こう元に戻してきたけどね。で、こう、またこう、普通のこう、指先の刻みに戻ってきて、で、またアクセントのところで出てくる。そういうこう、循環が行われてるんだけども。で、そこに対して、今回例えばやるような、アウトサイドから始まるこう、連符フレーズで、こういうやつね、こう、ミーレドシドレミーレドシドレミーみたいな、ってな、こういうフレーズをやるときに、これをやるときってやっぱこう、アウトサイド始まりだから、こう、ダウンが使えなかったりする場合があると。まあ、これをね、アウトサイドから始める場合だけど、まあ、そういった場合は、アウトからのアプローチをね、これを右回転でやろうと思っても、やっぱりこう、ちゃんとしっかり振り抜けないっていうのがあったりして、ここをね、指先でやってる人はここね、逆回転かけてあげると、すごく使ってる運動の感覚は、さっきと同じような感じで弾ける。っていうのはこのね、こう、例えば連符フレーズでこう、6連符みたいなのもこう、こう弾くときもやっぱりこう、右回転がアクセントの時にこう出てくるんだけども、今のフレーズやる場合は、逆回転、ちょっと見てて、こんな感じ。わかる？思いっきり左にこう、右手が切ってるの。そう、基本的には4弦に移る時のこれドシドレに関しては指先なんだけども、この3弦のトップのところの頭だよね。これに関しては本当にもう左手で逆回転で、そう、こんな感じでかけてあげることによって、左回転でこううまくこう振り切って、その後こう元にこう、停止に戻ってきて音を稼ぐっていうことをやってんだね。こう、こんな感じで、こう、左逆回転でアクセントをつけてあげてっていう感じのことをやったりするので、その、アウトサイドからこう始まるフレーズはそう。そんな感じで、その、アクセントの時もかなりこう、臨機応変にいろんなパターンが考えられるっていうのプラス、この手首のアクセントを使ったらこうね、右に振り切る時もあれば、こう、ね、逆回転からのアプローチでうまくこう、場をつなぐっていうことも考えられるっていう想定で、まあ、これは俺なりのやり方なんだけど、そう。これをね、やっぱりこう、普通にいつも通りの右手でやろうと思うと、右手のまあ、右回転でね、やろうと思うと、やっぱりどうしてもこう、だとここね、こう、あんまりうまく弾けないと。そう、これ右回転なんだけどね。そもそも、ダウン始まりだしね、この場合は。ね、だからやっぱりどうしてもこう、弦を弾くためにわざとこれは当たる角度もこう計算してあげて左回転っていうのが俺の中でこう導き出した回答だったっていう感じかな。そうそうそう、まあ、もし俺がこのフレーズをダウンから弾くの場合もインサイド、普通にこうインサイドから始めちゃうと、そうっていうような感じで、こうアウトサイドのよくあるような連符フレーズも指先でやるやつは、そうそう、俺みたいに逆回転っていうのを取り入れてあげることによって、ちょっとこう何か3つね、こうまた切り開ける道があるかもしれないから、試してみてほしいかなっていう感じかな。はい。そんな感じ。じゃあまた次の動画配信で。